今回の本のタイトルは、トゥモロー建築の冒険です。この本は大きくは2つの構成に分かれています。一番最初第1部に関しては、対談プラス私の文章です。対談に関しては、最初に藤森照信さんとお話をしました。半日ぐらいかけてお話をさせていただいたんですが、その内容の中心としてはですね、今まで私が200以上の建築を作っていること、さまざまな動きをやっていること等を踏まえると、山下がもしくはテクトがどういう建築家であるかっていうことがあまりわからないと、それを整理すべきではないかっていうようなことと、まあ建築の中でその位置づけをすることが中心のお話となりました。でそこで藤森さんのお話であったり私の話を、私が作った土のブロック、アースブリックスっていう場所で対談をやらさせてもらいました。結論に関しては本を見てのお楽しみです。次に対談した方は伊藤豊雄さんです。伊藤さんはすごくお忙しい中を、同じように土ブロックの方へ来ていただきまして、3時間ぐらいですかね、対談をさせていただきました。で伊藤さんとお話したかった内容は、去年起きた東日本大震災、311の後ですかね、これからの建築の在り方、そして建築家はどう振る舞えばいいかっていうのが私自身、すごく悩んでいた時期でもあるんです。で今回のこの本であり展覧会を踏まえて、これからの建築をどうすればいいかを一番話し合える人は建築家の伊藤豊雄さんだなと思ったんですね。それで来ていただいてお話をさせていただきました。すごく意味のあるお話になりました。ぜひこれからの若い建築家の人、そして学生の人たちにはこの対談は読んでいただきたいと思うんですね。これからの未来の建築、未来の建築家像みたいなものを少しでも浮き彫りにできたのではないかと思っております。そしてあとは私の文章が少しあります。2部に関してはですね、作品集になってます。先ほどお話したように200以上の建築を作っているんですが、それはすごく分かりづらいと。で私自身もですね、自分の建築を本当に整理したことがないなと思った中で今回の機会をいただきました。そこで考えたのが、私のやっている建築ものと私のやっている動きですね、こと、この2つをですね、縦糸と横糸に分けて紡ぎ出していきました。そういう意味で私の主力作品、30近くを一つ一つ内容を紐解き、物としての建築の在り方、こととしての建築の在り方というものを説明していると思います。今までいくつかの作品集を出させていただきましたが、今回の本に関してはすごくそれが整理されている本になっていると思います。よくわからないテクト、何の動きをしているかわからないテクトが皆さんに少しはわかるような本になっていると思いますし、それを期待しています。